12月12日13日2日連続マコトデイライブ配信決定いたしました。どうも皆さんこんにちは、マコトです。冒頭でお話しした通り12月12日と13日ねストーリーをね、本当はニュースが配信する予定だったんですけれども、そうなんですけれども残念ながら開催ができないという、うん、ちょっとね色々ありましたからね。はい、ファンで何か楽しいことできないかと思いまして、うん、マコトデイでのライブ配信を行いたいと思いまーす。はーい、完全なるファンの自己満足でーす。自己満足でーす。でね、いつもは金曜日の21時からスタートしてるんですけれども、今回はね20時からスタート、土日でね20時からスタートをしたいと思っております。予定では1時間半ぐらいの配信になりますね。なので9時半ぐらいまでが予定なので、はい、そうですね、予定ですね。もしご参加できる方はぜひ遊びにいらしてください。いらしてください。で今回、はいはい、ニュースがせっかくストーリーをやるはずだった日にちにライブ配信をするということで、うん、ストーリーにちなんだトークテーマで今回特別にタイムテーブルを組んで進めていきたいと思います。はい、こちらがタイムテーブルです。じゃん、じゃん。このタイムテーブル決めたんですけど、うん、当日参加できる方はぜひコメントでね、うん、そのテーマに沿って私とニュースのストーリーみたいな、うん、私と時短のストーリーを教えていただければ、ね、いいんですけど、配信中にそう、もし参加できない方がいらっしゃったら、はい、ここの動画のコメント欄は公表しないことになってますので、そうですね、このコメントしても事前に発表されることはありませんので、はい、ここに登録じゃないな、コメント投稿してもらった内容は当日ライブ配信内でご紹介させていただきますので、はい、ぜひお気軽に、匿名でも大丈夫ですので、ニュースに届けたいストーリーだったりとか、うん、こんな思いをしたのよっていうストーリーだったりとか、うん、ぜひぜひお寄せいただければと思います。思います。でこちらのね、うん、ランキングテーマというものがね、はい、記載されてると思うんですけれども、はい、このランキングっていうのはライブ配信中にみんなで投票してもらって、うん、その配信中にランキングを決めちゃおうという感じなので、そうです、もし参加できない方ね、そのライブ配信に参加できないけどちょっと投票していいわっていう方は、してい、うん、こちらのコメントにねぜひ一緒にお寄せいただければと思いますので、はい、で肝心のランキングテーマです。そうです、はい、12日のランキングテーマはこちら、はい、冬に聴きたい曲ランキング。イエーイ。はい、13日のランキングテーマはストーリーで聴きたい曲ランキング。いや、もちろんストーリーのセットリストはもう多分決まってるんですけども、もう確実に決まってるんだけどね、うん、カナリア、ビューティフル、チンチャウマッカは歌う前提として、うん、例えば他のシングル曲だったりとか、うん、アルバムのカップリングだったりとか、アルバムのカップリングはおかしい、シングルのカップリングだったりとか、そのアルバムに収録されている曲だったりとか、うん、ストーリーの中で聴きたい曲をランキングにしていきたいと思います。はい、いや当日楽しみだね。そうね、12、13がやっぱね、ライブ配信自体がさ、ニュースができない分、なんだろう、ファンはずっと待ってるよっていうのもアピールするためでもあるから、うんうんうん、みんなでやっぱ盛り上がれればいいよね。ニュースにこの気持ちが届くと信じて、そうそう、いやちょっと今ね体調がどうなのか分かんないですけれども、うん、多分自宅療養の状況だと思うので、はい、このね YouTube での配信をちょっとでも見てもらえれたらなと、うん、まあ、届かないかもしれないですけど、いやいやいや、届くと信じてやりますので、うん、皆さんで、ね、楽しんでるよという姿を見せるためにライブ配信をしていきたいと思いま す。一応テーマが20分ごとぐらいで変わるので、うん、はい、そうですね、ちょっと結構目まぐるしく変わるかもしれませんが、うん、全コメントは読めない場合もありますけれどもね、そう、リアルタイムで来てるコメントはおそらくちょろちょろっと来てる感想だったりとかは読めないので、うん、そのテーマに沿って
送ってくれたコメントだったりとかを優先して読んでいきますので、そちらだけご了承いただければと思います。ただコメントは全部読ませていただきますので、はい、皆さん大いに楽しんでいただければと思います。思います。あ、そうや、トークテーマは一人別に何個投稿してもらっても大丈夫です。あの全部のトークテーマに参加してもらってももちろんいいです。そうね、そうね、あのガンガン参加してもらって大丈夫なので、はい、もしその時間オーバーで紹介しきれなかったコメントがあったとかすると、うん、まだね後日もう全部紹介したいとは思ってるので、うんうんうん、何らかの形で紹介したいとは思ってます。そうね、何らかの形。皆さんもう遠慮なくどしどしニュースへの愛を伝えていただければと思います。はい、なんか私思うに、うん、もちろんニュースのファンの方はもちろん来てほしいんやけど、うん、ニュースファン以外の人でも全然遊びに来てほしいと思いますね。そこはね、そのこの間の FNS でカトゥーンがニュースをこうニュースにエールを送ってたような感じで、うん、やっぱりこうねカトゥーンとニュースっていう密な関係があるわけですから、うん、はい、ファンも結構関わりがあるわけですよ、カトゥーンとニュースのね、うん、なのでニュースへのその全然知らんけどこんなイメージやわとかまあニュースこんな風に思ってるでみたいな、そういう気軽なコメントでもどし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 送っていただければと思いますので、はい、もう本当にね楽しむっていう、うん、楽しむのが前提ですからね、はい、はい、なので気軽に遊びに来てください。はい、本日もご視聴いただきありがとうございます。ライブ配信当日の皆さんのご参加お待ちしております。お待ちしております。それでは皆さん、ハバグッタイム。